どうも、なにわ翔平です。やった。はい、今回の動画ですね。はい。ズバリ当てよう、開幕ローテ予想。はい、おー、無理無理。無理無理、まだ無理よ。はい。まだ無理です、開幕オーダーに続いて、はい、開幕予想シリーズの第2弾でございます。あー、ローテですか。はい。毎年予想してきて、まあ、ことごとく外してきましたけども恥ずかしい恥ずかしい情報、はい、なんと、はい、ドラゴンズが我々に歩み寄ってくれたといいますか、はい、今年は、はい、5人で回すよという話が違います。あれは違います。あれ当ててくださいという5人ですよね。そういうことじゃないです。1人減らしたから当ててやって、5社立てになったんですね。5社立てになりました。もっと落合ヘッドコーチいい頭使ってますから。ほんまに当ててほしいからの5人じゃなくて、じゃないです、はい、聞いてはないですけど、まあ、まあでもまあ実際5人か6人かは今のところ分かんないですけども、はい、まあ5人ということでちょっと考えてみようかなと、はい、思いまして皆さんに考えてきてもらいました。はい、うん、じゃあ早速、はい、行ってみましょう。はい、はい、じゃあケバン丸からいきましょうか。はい。はい、もうこれは僕ずっとトップなんですね。はい、この前ケバン丸いなかったのにすごい困ったんだよ。じゃあケバン丸の開幕予想だを発表してください。はい、ケバン丸が予想してきました開幕ローテはこちらです。ドンと。はい、おお、1人目が大野雄大投手。はいはいはい、はい、で2人目が柳投手。はい、で3人目で岡野投手。おお、はい、で4人目で小笠原投手。で5人目、ここで高橋宏斗投手。おお、なるほど。はい、まあ去年のね実績重視っていうのもありますけど、うん、まあ現時点キャンプの情報で、まあ、岡野投手がね、まあ、コントロールバチクソ良かったと、うん、いうことでね、まだちょっと現時点では紅白戦見てない状態で予想してますけど、うん、まあおそらく、まあ、これ上げる頃には紅白戦終わってると思うんですけど、うん、まあ多分9回0分してると思うんで、紅白戦で紅白戦で9回投げさすの。9回0分打者打てず。0分はあっても9回はないと思う。だいたい3イニングとかのイメージなんですけど、調整の時期なんでまだまだ。9回0分159。もうそれ多分めちゃくちゃ炎上するよ。バチバチ叩かれてるよ、そんなことがあったら。ドラゴンズ、まあね、でもあのストライク試験みたいなんでね、岡野投手活躍しましたし、はい、まあ、まあ現時点ここまで仕上がってたら、まあ、紅白戦の結果次第ですけどローテ入ってきてもいいのかなっていうのと、うんうん、まあやっぱ5番手で高城投手、うんうん、まあ、こちらもね、あのコントロールいいっていうのもありましたし、うん、まあなんかチームメイトが今年やりそうみたいな言ってるのね、そんなもう我々や、ね、記者よりもね、そっちの意見を信じた方がいいんでね、はい、はい、もうただの現時点のポジポジローテと。そうですね、まあ今現時点の情報のみでの予想になりますからね、はい、そうですね。いや、なんかフレッシュな、いいローテですね。はい、おそらく100勝ローテ軽く見積もって全員20勝です。初の、今季初、沢村賞を殴り合いで決めるってことになりますから。沢村さんも死んでも死にきれないですよ。どっちが沢村賞が。はい、ありがとうございました。はい、私行こうかな。はい、はい、3で。じゃあ僕の予想した開幕ローテはこちらです。はい、おお。1番手は、まあ、ケマブと同じ、大野雄大投手です。はい。で、2番手に清水さんが。おお、清水さん。はい。はい、そして3番手が、小笠原さん。はいはいはい。で4番手に柳さん。はい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 。そして5番手が、ジャリエルさんでございます。なるほど。はい。まあ、ほんまは清水さんのところを、はい、もう福谷さんにして、うん、もうとにかくイニング食えそうな人たち。はい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 。もう5人やから、ね、6回、までは行ってほしい。6回フルでやって頑張れそうな人たち。だから5回で100球、4回とか5回で100球を迎えて、そこで力尽きないような人たちを僕なりに選ぼうと思ったんですけど、やっぱりちょっと未来枠というかポジポジ枠が欲しくて、はい、清水さんを2番手に入れました。だから大野さんと
小笠原さん、柳さんっていうこの間をやったらまだ早いイニングでもリリーフをつぎ込みやすいんじゃないかなと、うん、なるほど思ってのことでございます。そしてジャリエルさんはもうほんまに馬車馬のようにね働いていただいてそんなまだ若い子捕まえてはい、やっぱ助っ人外国人ですから。確かに、はい、こういう時にこそバルデスさんのね頑張りを思い出して第2のバルデスとなってほしいなって。ちょっと待ってください悲しい記憶も蘇るんですよ第2のバルデスさんって言われると共にな、はい、共にねまあでもその5人のローテを考える時が難しくて、果たしてそのね、リリーフを使わない方向で行った方がいいのか、はい、もしくはもうリリーフを使いまくる方向で行ったらいいのかっていうのが、うん、ちょっと難しかったなという思いはするんで、6人がいいと僕は思います。えローテを組んでみた結果、うん、はい、6人がいいなって思いました。あ、ちょっと弓引くはやめましょう落合ヘッドコーチ考えてもらえないですよね。6人で6人でお願いします。いやでも確かに5人は難しいですよね。はい、はい、まああんまり経験したことがないんでね、まあ僕の予想はこんな感じでございます。なるほど、はい、はい、じゃあ最後チェーンいきましょうか。はい、私の考えた、開幕ローテ予想はこれだ。はいはい、1番柳投手、おろ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 、2番小笠原投手、おろろ、3番福谷投手、はい、おろ、4番大野投手、はいはい、で5番岡野投手です。おーおろ、これ綺麗に右左、はい、右左とやっぱりそのね、まあ、カード頭がやっぱりそうですね、イニング食えるエース、エース、右左のエースっていうところで、はい、まあ、あとはそのやっぱイニング5人というところでイニング食える人をやっぱ考えた結果、うん、まあ、小笠原投手、福谷投手入ってきたんですけど、うん、で、まあ、岡野投手がやっぱり僕は結構気にかけてるんですけどあ、目にかけてあったんですね、はい、でプロ入り前にあの社会人野球で見に行ったっていうのもあったんですけど、そうか、あ、そうでしたね、はいはい、なんかその時のいい感じをなんか取り戻せてそうな感じしたんですよ。なるほどな。キャンプで映像フォアボールとかが少なくて、はい、試合が崩れにくいっていうのが、はいはいはい、あの持ち味やったと思うんですけど、うんうんうん、やっぱそので、落合コーチ あのストライク試験、うんうん、でもやっぱりいい結果出してましたし、そのまとまったコントロールみたいなところをまた武器にできたら、うん、その5人のローテの中でも入っていける実力はあるのかなと思って、確かに、うんうんうん、で逆に、まあ、そんなに、ね、まだイニングがそこまで投げれるかどうかわからないんで、うん、僕はあのタツさんとは逆に、うんうん、そのジャリエルが中継ぎ待機するんじゃないかなと思って、あ、なるほどな、ロングリリーフ要員な、中継ぎの方で馬車馬のように働いてもらって、うんうん、俺はそこを、はい、松葉さんとかどうなんかなとは思って、そうですね、松葉投手も結構そう迷いましたね、もう5人目のところでも、でもまあそんな、うん、まあでもなんか落合ヘッドコーチがなんかジャリエルは中継ぎもいけるかもみたいなのは言ってたんでね、もしかしたらそうロングとか、ね、まあ、連投もいけそうだし、いやそのでも微調整枠やねんな、なんとなくそこってあの、はい、どんなことがあってもここはもうリリーフ休ませますよっつって140球だろうが投げてもらって、はい、とにかくどんだけ点取られようがイニングだけ食べておいてねっていう枠を、はい、ちょっとジャリエルさんに置いといてもらおうかな。ちょっとか若いんですよなんで若い目を積もうとするんですか。いや若い目を積もうとするんじゃない、それだけ頑張り屋さんってことですよ。あ、まあ、モチベーションが10勝10敗でもいいから、そうそうそう、とにかく投げる人、そう、で外国人はやっぱりそのお金を稼ぎに来てるわけやから、まあまあまあ確かに、はい、だから思い切って行ってこいって言いやすいというか、確かに割とね、あの投げたイニング数がそのまま年俸に影響する契約してる選手とか多かったりしますもんね、外国人、だからそこを俺はジャイアさんに任せたっていう、なるほど、だからチャイア
的にはでもそうか、ジャリエルさんロングリリーフっていうのもまあいいかな。割とリリーフ適性はありそうやもんね。そうですよね、うん、短いイニングやったら結構、確か入ってきた時も先発かリリーフかどっちか決めかねてるみたいな、はい、し先発でもやっぱちょっと5回6回ぐらいから苦しみ出す、苦しみ出す、あのマルティネス投手が最初先発やってた時ってそんなイメージでしたよね、ジャリエル投手みたいな、同じ感じよな、ね、あのツーベースでタイマン装備して怒られた時ぐらいの、あの時くらい、あの時ぐらいのらそのイメージで僕はジャリエル投手が中継ぎ回ってくれたらまあ2、3イニング入る、はい、ああなるほど、でそんなにロングリリーバーが大事になってくるな、うん、中継ぎにもまあ負担がかからないような5人ローテ、うん、なるほど、これだったら5人でも回せるんじゃないかなというローテにしてみました。なるほど、はい、はい、いやなんか似てるようでそれぞれ思惑の違う結果になりましたね。そうですね。どうでした結局5人振り返ってみて。いやー、まあ、やっぱ、まあ、6人の方がええんちゃうかな。ねえ、我々なにわ少女団は6人ローテを推奨いたします。はい、指引いた。はい、まあもしね皆さんもよかったら、はい、5人ローテなんかを考えていただいてね、はい、コメント欄の方にぜひぜひ書き込んでいただきたいなと思います。はい、では次回は、開幕、コーチ1塁コーチ3塁コーチ予想でお会いします。やらないです。2分ぐらいの動画なんですね。ショートの方で出すはい、それでは皆さん、また、バイバイ。バイバイ。バイバイ。ドラゴンズ、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 おい。